はい。じゃあ今回は、マレーシア政府観光局様にスポンサードいただいて、私とミストラベルのももかちゃんと一緒に次の旅先にマレーシアを選んでほしいなという思いを込めてマレーシアの魅力を存分に語りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で今回は、ご飯も景色も異文化も欲張りで金欠気味な学生こそマレーシアということで、まあね、なかなか旅に行けない今ですが、まあ、次選んでほしいマレーシアのご飯とか景色とかの魅力を伝えていくような話になってます。お願いします。お願いします。はい。で、ファシリテーターは旅メンバーである私向井真奈美が行います。今までは世界で30カ国ぐらいかな、仕事とかプライベートでも行っていて、その中でも、おととしですかねのゴールデンウィークに行ったマレーシアがすっごく良かったので、今回ぜひ話させてほしいっていう形で、ファシリテーターさせていただくことになりました。お願いします。お願いします。自己紹介を。はい、はじめまして。女子旅コンテスト社員で A ブロックグランプリをいただきました小野桃香です。私は世界遺産巡りが大好きで、特に東南アジアが大好きなんですけど、まだマレーシアには行ったことがないので、今回まなみさんからお話を聞けるのをとっても楽しみにしてきました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと突然なんですけど、まあ、マレーシア行ったことないとおっしゃってましたが、マレーシアと聞いて浮かぶものをちょっと教えてもらいたいなと思っていて、でぜひ見てくださっている方もチャットの宛先をパネリストよりすべての参加者に変更して、ぜひ今聞いて浮かぶものとかをコメントいただけるとちょっと読んでいきたいなと思います。じゃあももかちゃんはどんな感じですか？イメージ。私はジャングルのイメージがあります。映画トリックで、ボルネオ島かなが出てて、それを見てすごい自然が豊かなんだなと思って、そこに行きたいなって思ったのを覚えてます。結構自然のイメージが強いですか、ジャングル。なるほど。このチャットとかだと、マラッカ海峡、イスラム教、ジョホールバルの歓喜、エスニック料理。なるほど、結構それぞれですね。自然って答えてる人はあんまり今のところはないけど、まあ、食べ物とか、イスラム教、確かにモスクとか、今ももかちゃんの背景もモスクですもんね、それ。マレーシアの。モスクなんで。とかだったり、なんか食べ物とか買い物とかのイメージとかありますか？確かに、あんまり、なんか安くて可愛いものがあるのかなと思うんですけど、あんまり詳しくは分かんなくて、今日知れたら。なるほど。はい、ありがとうございます。海、ブルーモスク。あ、いいですね。ありがとうございます。ツインタワー、物価が安い。確かに物価が安い。ありますね。じゃあ、まずは、動画でイメージをちょっと共有したいなと、私からの発表をする前に、まずはちょっと動画を流させていただきます。ありがとうございます。動画でした。基本的に結構、まあ、確かに自然とかもらってた海とか、あと、まあ、マンゴーを含めフルーツとかモスクとかはやっぱり動画出てきてましたね。結構皆さんのイメージがちょっとちゃんと映像にも出てきてたので、
すごそうですね。ありがとうございます。はい。で、これ概要っていう形でちょっとマレーシアの基本情報なんですけど、首都はクアラルンプールっていうところで、東南アジアなので常夏って、実は東京から直行便で約7から8時間ぐらいで行けるので、近いですよね、多分イメージよりは。ハワイとか行くのそんな変わらないかな。結構サクッと行けるっていうイメージです。で、なんかこう乗り継ぎ便とかももちろんあって、飛行機代とかも、まあ、この距離なので全然高くないと思うので、結構リーズナブルにすぐ行けると思います。で、さまざまな文化が混じり合った国っていう形で、結構多文化な国なので、いろんな文化をこう表した建物だったりとか食べ物とかがかなりミックスカルチャーな国になってます。この東南アジアのこの端っこら辺ですね、東南アジアの端っこというか島の端っこら辺ですねはい。で、マレーシアを国にアップしてみると、まあ、こんな形でちょっとこの端の部分と、右側の島もちょっと合わさってマレーシアっていう形です。モーカさんが言ってたボルネオとかは右側ですか、ね、本当ですね、にあって、この辺が多分ね、このコタキナバルとかがかなりジャングルとかそういうのが、イメージがそこなのかなというふうに思います、でもう一つの、左側の方に首都のクアラルンプール、この赤線が引いてあるところですね、クアラルンプールで首都になっていて、その辺りに、まあ、大きい都市とか観光地みたいなところも集まっているのかなと思います。はい。はい。というわけで、こんな感じでちょっと全体のイメージと概要を説明したんですが、ここから実際に、クアラルンプールの観光スポットなどについて、ちょっとももかちゃんと一緒に掘り下げていければなと思います。はい。はい。します。はい。まずはさっきちょっとコメントもいただいてたんですけど、ツインタワー、クアラルンプールといえばツインタワーかなと思うんですけど、どうですか、知ってました、ツインタワーいや、なんか名前は分かんなかったんですけど、すごい夜景が綺麗なイメージはあって、まあ、すごいこんなに大きいんですね、すごい、右の写真見ると私のサイズ感でそうなんです。これがペトロナスツインタワーっていう形で、世界有数の、まあ、超高層ビルで、86階に展望台があるっていう感じなので、高さだけ聞くとね、ちょっとあんまりなんですけど、86階っていうとなんかちょっとイメージがつきにくいぐらい大きいっていう形です。で、まあ、下に入ってるのは大型のショッピングモールで、ここ結構高級ホテルとかも並んでるところって、そこに堂々と立ってるのがペトロナスツインタワーっていう感じです。でこの周りが、噴水があってですね、それが噴水ショーみたいな感じで、夜とか決まった時間にこうショーが行われるっていうような場所になってます。今はちょっと分かんないんですけど、もしかしたらコロナでちょっとあれかもしれないんですが、そんな感じですね。ペトロナスツインタワーは多分行ったことある人も結構多そうですね、綺麗でしたっていうコメントとかももらっているので、有名、もうクアラルンプールといえばっていう感じです。はい。すごい綺麗。そう。で、私がクアラルンプールがすごい好きな理由の一つなんですけど、このイギリス統治時代の、文化とか建築っていうのがかなり残っていて、ここもその一つになってます。クアラルンプールの本当、広場があるんですけど、そこのかなり都心の部分にある。もので、今マレーシアの最高裁判所になってます。でイギリスと文化がかなり色濃く残っていて、その横に広場が、独立広場かな、があるんですけど、なんかこういうピンクのお花とかがあるような、なんですかね、ロンドンも行ったことあるんですけど、ちょっとロンドンガーデン風の建物と一緒に ね、そうですよね、結構パッと見マレーシアって聞いて浮かぶモスクとかとちょっと全然違う雰囲気かもしれないなと思うんですけど、こんな感じになってます。かわいい。はい。
次が、いわゆるモスクで、これがクアラルンプール市内の中でも最も古いと言われているモスクです。イギリス人建築家、これもイギリス人建築家さんが建ててるので、ちょっとイギリスとイスラムが混じってるのか、ちょっといろんなものが混じっているようなモスクになってます。だからモンカちゃんが後ろにしてるようなピンクモスクとはまたちょっと雰囲気が違いますよね、うん、ちょっと違いますよね。なんだろう、あんまりモスクって言われてイメージするのとはちょっと違うかもしれないですね、うんうん、っていう感じで、川の近くにあって、ここにも噴水がありますね。噴水があって、これちっちゃく黄色い字でクアラルンプールって書いてるんですけど、そうなんか公園みたいなところにあります。はい、でさらにこの辺がちょっと面白いところで、ここチャイナタウンにあるヒンドゥー寺院なんですけど、よく見るとガネーシャがいたりみたいな形で、結構珍しいヒンドゥー教、もうがっつりヒンドゥー教って感じの寺院もあります。これクアラルンプールが同じエリアで見れるっていうのは結構面白いところかなと思ってます。凝縮してますね、いろんな宗教が、はい、そうそれがね結構面白いですよね。うん、イスラム教とヒンドゥー教と、もちろん教会とかもキリスト系の教会もあるので、なかなか一つの都市にこれだけいろんな文化がこう入ってるのってあんまりないので、うん、クアラルンプールの魅力かなと思います。はい、でちょっとお買い物の話もちょっと最初に出てたんですけど、セントラルマーケットっていうところがあって、ここがいわゆるそのマレーシアの雑貨で、ちょっと可愛いのがありそうだなみたいなのがお話にちょっとありましたが、それがめちゃ安く買える場所です。で、これもさっきの寺院とかの近くにあるので、本当同じエリアにギュッと集まってるんですけど、ここは屋内、この右側の写真の、パステルブルーの中が、屋内みたいな形になっていて、中にマーケットがあって、この写真は外側なんですけど、外側にもこうやってずらっと写真、服とか雑貨が並んでるっていう感じなんですね。で140ぐらい、そうお店があるんで、なかなか、なかなか多いです、回りきるのが大変なぐらいの感じになってます。で、スパグッズだったりお菓子も売ってたりあるんですけど、なんかこういうの買いたいとかありますか？スパグッズ欲しいですね、私。なんか女の子とか特に興味ありそう。そうですよね、なんか東南アジアってやっぱりスパとか結構有名だと思うんですけど、うんうん、マレーシアももちろん有名で、マレーシアマッサージみたいなのとかがあるんですけど、そういうのに使われてる、そうスパのグッズとかも結構売ってて、私もスクラブ買ったりとかしたんですけど、あ、欲しい。そうで、しかも結構やっぱ安いので、うん、すごくいいと思います。あとチョコレートとかも結構有名なのかな、お菓子をたくさん売ってます。好きチョコレート。はい、で他のブキビンタンって書いてるんですけど、セントラルマーケットは割とこうローカルのお店がたくさん入っていて、どっちかっていうとなんかこう、スカーフとかも含めて、マレーシアっぽい、いかにもっぽいみたいな感じのものがたくさん売っていて、どっちかっていうとブキミンタンはいわゆるなんていうんですかね、目抜き通りみたいな感じで、結構その高級ショップとか、いわゆるチェーン店みたいなのがバーって入ってるような通りが別であるので、なんかショッピングに行くときはこう、写真は全部セントラルマーケットなんですけど、それプラスブキビンタンにも行って見てもらえると大体のものが買えるかなと思います。はい、たくさんそうっていう感じなので、意外となんかこの寺院とか見るとあれなんですけど、この後ろ側のこの写真の例えば左側の後ろ側とか超高層ビルがたくさん建ってると思うんですけど、こんな感じでもう通りの向こうはすごいビルが建ってるのに、こっち側にはこういう何ですかね、昔ながらの寺院だったりモスクだったりがあるっていう、本当になんか世界中のカルチャーがミックスしてるだけじゃなくて、なんか時代的にも新しいものと古いものがミックスされてる感じなので、結構一つの都市にいろんなものが含まれてるようなものになってます。
どうですか、観光スポットのイメージとなんか合ってたとこ違うとこみたいなのありましたか？なんか私はそれこそ自然のイメージが強かったので、こんな高層ビルがたくさんあるっていうのもあんまり知らなかったですし、絶対一日飽きないし回りきれないだろうなって確かにね、結構一日で買い物も行って寺院も行ってみたいなのね、めっちゃ大変だと思う。ぜひ何泊かクアラルンプールにしてもらえるとすごいいいかなと思います。はい、じゃあじゃあ次に、めっちゃクアラルンプールってまあ書いてるんですけど、まあ、マレーシア全体含めて、まあ、とにかく美味しいっていう感じで、ちょっとグルメについても話そうかなと思います。はい、あ、なんかマレーシアこんなイメージなかったとか言ってくださってることで、うんうん、ありがとうございます。自然のイメージがやっぱ皆さん強いんですね。結構その辺がももかちゃんの持ってるイメージとみんなのイメージがね同じ感じなのかも。はい、じゃあグルメいきます。ちょっと見るだけでお腹が空いちゃうんですけど、はい、まあ、麺類皆さん好きでしょうか？麺類食べますか？ラーメンとか食べます。食べますか？この麺類が、たくさん種類があるんですけど、まあ、いわゆる左側が日本でいう焼きそばみたいなところで、右側が何ていうのかな、カレーラーメンに近いですかね。ラクサっていう、ニョニャラクサっていうちょっとマレーシア風のラクサになってるんですけど、基本的になんか東南アジアの料理でちょっと辛いかなみたいな印象を持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ラクサは超辛くないです。なんて言うんだろうな、クリーミーでマイルド、ココナッツミルクのカレーに麺が使ってるみたいな感じなのと、ミーゴレンっていう焼きそばの方もなんか甘辛いタレっていう感じなので、なんかすっごいスパイシーっていうよりかはかなり食べやすいんですね。あ、そうそうそう、食べやすくて旨味があるタイプのものが多いですね。他にもいろいろ麺類は種類がありますし、屋台とかでも、あとフードコートとかだとすごく安く食べられます。見た目も華やかですね。なんかすごい食欲が、ね、そうだよねありがとうはい、でもう一つが、カレーとご飯ものがすっごくたくさん種類があるのとすっごく美味しいです。で、特にカレーとかだと今結構日本でもスパイスカレーとかめちゃくちゃ流行ってるかなと思うんですけど、マレーシアのカレーは本当にめっちゃ美味しいですなんかその伝え方があんまりもうこれで使わないんですけどめっちゃ美味しい。結構カレー食べますか？私カレー大好きです。もうちっちゃい頃から特別な日にはカレーって感じでよく食べてます。カレーそれすごい。なんとご飯で言うとどっち派ですか？でも最近そう、高校生ぐらいからナンが好きになって、あの大きいナンを平らげるのがもう幸せで。マレーシアにもナンがあるんですか？そう、この写真がごめんなさい、米しかなくて、私がちょっと米しか食べてなかっただけなんですけど、めっちゃ種類があって、すごいナイスボールをいただいてありがたいんですけど大きいナン、まあ、いわゆるそのインドカレーとかに見られるの大きいナンから、なんかチャパティっていうすごい薄いものとか、もうちょっとなんか揚げてるものとか、なんか大きさの調理の仕方とか味とかがちょっとずつ違 う、 こう付け合わせみたいな、まあ、主食ですよね、がものすごい種類があって、なんか屋台によってそう出てるものが違ったりとかいろいろあるので、すごい、まあ、カレーの種類も味もすごいたくさんあるし、他の主食の種類もすごいたくさんあるので、掛け合わせで言うと本当無限大にあるのがマレーシアのカレーの特徴かなと思います。ぜひ食べてみてほしいな、いろんなものを。でもう一つが、まあ、ご飯天国って書いてるんですけど、ご飯もちょ、あの日本の米よりかはもうちょっとなんかさらっとパラッとしてる感じですかね。日本は結構もちもちっとしたものが多いと思うんです。そのさらっとした米の中でこういう何ですかね、具材をいろいろ入ってるやつとご飯がのっけご飯みたいな感じであって、ワンプレートランチに近いかなとかで、まあ、混ぜて食べたりとか、それぞれとご飯を食べたりみたいな、そういう
まあ、丼ではないんですけど、こういう形の食事もいろんな種類があって、おかずを選べたりとか、まあ、もうセットになってるとかいろいろあるので、これもそんなにね、辛いものは、まあ、たまにあるぐらいで、大体は割とマイルドな、カレーも結構ね、私的に食べたものの中で割とマイルドなものがありました。日本人向けですね。かなりすごい食べやすいし。もうね、米もたくさん食べれるし、味もおっしゃる通り日本人向けなので、もう食べるものには困らないと思います。で、もう一つ、すっごい私のおすすめの、完全に個人的なおすすめなんですけど、アクアミンティーがめちゃくちゃいいんですよ、マレーシア。で、これはストライプホテルかなとかで行ったものなんですけど、もちろんいわゆるティースタンドみたいなものもちゃんとあるし、こういう形の平たいものもあるんですけど、高級ホテルがすっごく安く泊まれる、リーズナブルに泊まれるっていうのがマレーシアのいいところの一つだと思っていて、日本だと絶対に泊まれないようなスイートルームとか、いわゆる何て言うんですか、クラブラウンジルームとかもマレーシアの価格だったら泊まれるみたいなところがちょこちょこあるので、学生さんでももしかすると何人かで行ったりすると泊まれちゃうような感じなので。そこで、アフタヌーンティーも一緒にいただいたりとか、まあ、アフタヌーンティーだけホテルに食べに行ったりっていうのができて、で、このスイーツと、しょっぱいものと、まあ、コーヒー、紅茶飲み放題みたいなんで、なんかちょっとキャンペーン中だったのもあって、1人1000円ぐらいだったんですね。そう。すごい。そんな金額でアフタヌーンティーを食べることってまあないので、1000円とか、まあ、ちょっと高くても2、3000円とかなんで、まあ、日本だとね、やっぱ4、5000円とかですよね。全然違いますね。うわ、美味しそう。そう。見てるだけで。かやっわぱイいい。ギリス時代がね、あったので、あ。基本的にやっぱその文化をしっかり色濃く受け継いでるというか、その影響を受けているので、かなりレベルの高いスイーツと、まあ、紅茶もそうなんですけど、飲める、食べられるなので、ぜひこれは本当にね、学生の皆さんにもすごくおすすめ。楽園です。楽園ですね。本当に幸せ。そう、もうね、辛いものから甘いものまでどんどん食べれちゃうんで、無限に。カレー食べた後とかアフタヌーンティー行きたいかもしれないです。最高だと思います、その組み合わせ。ローカルスイーツもちょこちょこあって、まあ、この写真にはさすがにちょっとアフタヌーンティーなんてないんですけど、まあ、ちょっと甘い砂糖菓子だったりとかお餅みたいなとかもあるので、そういうのは屋台で食べたり、まあ、それこそさっきフードコート行きたいっていうコメントもいただいてたんですけど、フードコートとかとスイーツとかローカルなものもあるので、そういうのもちょっとスイーツは基本的にマレーシアで美味しくいただけるかなと思います。じゃあちょっとクアラルンプールをメインにグルメって観光スポットとグルメをちょっとお話ししたんですけど、ここからちょっとクアラルンプールから一足伸ばして、なんかマレーシアに来たら絶対に見てほしいものがあって、それが今ももかちゃんの後ろに あるピンクモスクと、もう一つブルーモスクっていうのはちょっとご紹介したいと思います。これが、もう写真も結構近しい、ピンクモスクで、プトラジャヤっていうエリアにあるんですけど、クアラルンプールから、まあ、車で行くのが結構多いみたいですね。バスも出てるけど、まあ、車がいいかなとは思ってます。で、すっごいピンクです。もうね、全部ピンク。ね、かわいいよね。もう見てるだけで結構癒される感じなんですが、正面に入るとこんな感じです。もうね、ピンク。どこも全部ピンクで、女性だけなんですけど、このピンクローブ、多分下にいる人たちが着てるんですけど、ピンクローブが無料で借りられます。すごい期待。ね、結構その無料で借りられるというか、着せられるというか、服装の問題で着ないといけないので、これ皆さんピンクローブを着てます。で、まあ、男性は基本的に肌、例えば半ズボンはダメとか、そういうのは細かいルールが少しあるので、ちょっと事前に調べてもらえるといいかなと思います。で、まあ、自由見学ができて、想像以上にこの人とのサイズ感を比べてもらったら分かると思うんですけど、まあ、だいぶ大きいピンクなモスクになってます。
男性用のローブはね、借りられない、借りてる人はね、私は見かけませんでしたね。女性だけなのかな？そうかもしれないです。はい。で、これ中がこんな感じになってて、ちょっとまあ下りの加減とかで左と右でちょっと色違うんですけど、まあもうピンクですね。めちゃくちゃ可愛い。本当にね、メルヘン。もうね、びっくりするぐらい綺麗です。おとぎ話に出てきそうな感じですよね、本当に。色そうがそう綺麗そだし、模様もかう。わいい。ね。日本だとね、やっぱなかなか見れないモスクだし、かつこんな大きくてこんなピンクなものって確実にないので、ぜひマレーシアまで行ってもらえたらなと思います。はい。そしてもう一つ、ピンクに行ったらもう一個行ってほしいのが、こっちはブルーのモスクになってます。で、これも、クアラルンプールから車で行く形で、こっちは、白と青のコントラストが綺麗で、正式名称めっちゃ長いんで、ちょっともう読まないんですけど、気になる方は、まずを 読んでもらえると、めちゃくちゃ、地図とかにはね、この長文で書いてるんで、インスタグラムのハッシュタグするときとかちょっと大変なんですけど、正式名称はそう、マクドとスルタンみたいな感じで、でもまあ、通称ブルーモスクで、向こうでもブルーモスクって言えば、なんとなく通じるときも割とあると思います。はい。これが中。そう。ブルーモスクは結構さっきはピンクモスクはもう真っピンクって感じだったんですけど、ブルーモスクは割と白も多め。で、これちょっと私恥ずかしいんですけど、なんかこういう女性はまた次はね、ブルー借りられます。なんで、ピンクモスクピンクで、次はブルーのモスクを、モスクではブルーのローブを借りられるっていう形です。これも多分女性だけだったんじゃないかなと思います。で、私が行った時は見学ツアーみたいな形で、ここにはこういうものがあるよとか、こういうのが見られるよとかを、英語だったと思うんですけど、で、なんかこう説明してもらいながら、いろいろ見て回るみたいな感じです。で、結構太陽光が上から透明なところからこうバーって入ってくるような仕組みになってる、仕組みというか建築構造になってるんで、すっごい綺麗に白と青が、何ですかね、反射して綺麗に、あ、男性も借りられましたってブルーローブ言ってるので、男性も借りられるそうです。ぜひ来てください、男性も。すごいで、映えこそんな感じね。 すごいね、なんかね、こう並んでみたいな感じでバーって並ばされて、このブルーローブをこう、ここにいらっしゃる人が着せてくれて、う。あ、そうそうそう。なんかもう、されるがままに気づいたら、もうこのよく見るイスラムの女性のような、自分が出来上がるっていう感じなんですけど、着方とかも本当教えてくれるので、何も難しいことはないですね。ぜひ安心。借りてみてほしい。来たからには、なんかこう、このね、感じを雰囲気をより楽しむためにも来てほしいなと思います。で、もうちょっとだけ写真で、中のなんかこう装飾とか、そう、タイルとかもすっごい綺麗で、なんかこうね、どっちも私で撮った写真なんですけど、なんか素人で撮ってもほんと綺麗に撮れるぐらい、すごい光のか入り方とか模様とか全部綺麗なので、ぜひ見に行ってみてほしいなと思います。めちゃくちゃ綺麗ですね。すごい、もううっとり。すごね、これね、本当に写真で見るよりもずっと綺麗なので、本当現地に行って見てみてほしいな。いいですね。日の光がいい感じに差し込んでますね。これもすごい。そうそうそう。すごいよね。多分、そう、ちゃんと入るように設計されてるのか実現されてそう。インスタ映えはね、絶対すると思い確ます。コメン実。ト 欄。なんかここにね、立って、いろいろこうスカートとか広げ足しながら撮る人きっとたくさんいると思います。結構自由に撮影はさせてくれるので、本当いろんな方がいろんな、しかもなんかそのガイドさんが撮ってくれたりもしたので、なんかカップルで来たりとか、お友達で来たりとかしても、実際に撮ってくれる人がたくさんいるので、なんか安心して楽しめるんじゃないかなと思います。はい。はい。というわけで、あっという間に時間が。
しまい、今日のまとめをしていきたいと思います。で、成田空港からクアラルンプールまで、マレーシアの首都ですね、クアラルンプールまで約7から8時間で行けるので、結構サクッと行けちゃいます。うん、で、建築物もグルメも含めて、超多文化、ミックスカルチャーなので、なんか、いろんな国のいろいろ知りたいけどお金なくてみたいな学生さんでも、マレーシアに行けばめっちゃモスクも教会も寺院もあるので、すごいコスパがいい旅ができると思います。はい。で、まあ、ローカルフード、屋台とかフードコートの、まあ、安いいわゆるリーズナブルなご飯からアフタヌーンティーとかみたいなところまで、かなり何でも美味しいです。外れはねほぼなかったと思います。記憶ないです。で、ピンク&ブルーモスクは、まあ、写真から伝わったら嬉しいんですけど、めちゃくちゃいいのでぜひ行ってほしいなと思います。はい、はい、ガーッと喋りましたが、まあ、ありがとうございましたという形で、モンカちゃんはどうでしたか、はい、マレーシアのイメージ、なんか最初のその自然がすごいいっぱいのイメージからどういうふうに変わったみたいなのありますか。やっぱりその都市っぽいところが多いって知って行きやすいなと思ったし、なんだろう、それこそ自然と、モスクとかそういう2つ両方楽しめるのが、もうなんか今すごく行きたい欲に駆られてて、あそこで写真撮りたいなってめっちゃ思ってます。あのピンクモスクで来て、みんなで写真撮りたいなって思ってます。あ、ピンクモスク、確かに女の子何人かで行ってみんなで撮るとかはすごいいい思い出になりそうだね。絶対なの。うんうんうん。あと、なんかグルメとかで、ね、どうでしたか。何か食べたいものとか。私カレー食べたいですね。カレーが有名ってそんなに知らなかったので、いろんな付け合わせで、うんうん、試してみたいなって思ってます。ぜひ。カレー。皆さんもなんかチャットでもしあれば。うんうん、モスクは絶対行きます。モスク絶対行ってください、はい、モスク超いいです。写真映え。そう、あ、クアラルンプールとマラッカは観光外せないですねっていう感じ。マラッカはねデイ2で私また話すので、ぜひマラッカ気になる方はそちらも聞いてください。2泊3日で足りるかな。確かに。まあでも学生だったら結構体力あるからめっちゃいい時間の飛行機、向こうに例えば午前中に着いて向こうの深夜に出るみたいな飛行機がもし取れたら、クアラルンプールプラスモスクぐらいだったらいけるかもしれないですね。私もクアラルンプールとちょっと別の場所と、ランカウイっていう島と一緒に行ったんですけど、そこ合わせて5泊ぐらいだったので、クアラルンプールは実際そう2、3泊、まあ、ゴールデンウィークだったのもあって2、3泊だ行けたのって2泊3日で行けるかもしれないですね。あ、素敵でした。ありがとうございます。お、ベスト3に入った。そう、マレーシア、あ、嬉しい。やった。マレーシア結構綺麗なところ、本当綺麗なところばっかりで、なんかこう、まあ、東南アジアのイメージってちょっともう今の学生さんがどういう風なものを持ってるかちょっと分かんないんですけど、本当にねすっごいビルたくさんあるし、でもなんか歴史的なものとか、うん、ヨーロッパ文化とかイスラム文化とかが残ってるので、すごいね綺麗だなって思うと思います。大自然を堪能できる場所はね Day 2と Day 3でお話しするので、あ、 Day 3は私じゃないんですけど、ぜひ来てください。で巡りしてください。で、友達の留学先なのですが、治安はどんな感じですか。治安はね、私が見た感じはすごく良かったです。で、なんか確か、マレーシアは移住したい都市ランキングとかでも上位にあるはずで、日本人。そうそう、なんかすごく住みやすいし、人も優しいし、うんうん、なんかこう、グラブっていう、タクシー、いわゆるそのウーバータクシーみたいな、そうそうそう、なんかその現地の人が乗せてくれるタクシーみたいなのがあるんですけど、それとかでも全然なんか被害に遭ったりとかないし、すごく、そう、なんか、安心ですね。うん、全然、なんか女の子だけとか、一人旅とかでも多分全然大丈夫だと思います。すごい、あ、変な路地とかはね、海外だとどこ行ってもそうなんですけど、気をつけてさえいれば、基本的にはね、
ものすごい都会です。クアラルンプールの真ん中の通りとかは。写真にもありましたもんね。うんうんうん、あ、そう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 。感じです。老後に住みたい。私も老後に住みたいな。あれしたいです。ありだな。うん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 。そうですね。そんな感じなので、ちょっと常夏なんで暑いんで、そこだけなんかこう日焼け止めとか。いろいろしてもらって、めっちゃ暑いんで、服装とかは超気軽な感じで行って、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。マレーシアは女子旅のイメージですか？そう、どこ旅でも楽しめる場所。でも、モスクとかはもう男の人も全然楽しいと思います。別に写真を撮るためだけのものじゃないので、異文化とかですし、なんか、普通に、なんだろうな、グルメを巡るとか、お酒飲むとかだけでも、すっごい楽しい場所なので、なんか、旅っぽの他の男子メンバーとかも、なんか、マレーシアに行った時はひたすら食べて飲んでたわ、みたいな人も結構多いくらい、本当、美食の街なので、全然、誰が行っても楽しめると思います。はい、確かに。人が優しいのも素敵ですよね。その東南アジアのあったかさにおかげか、皆さん優しい。うん、マレーシアの人もね、優しいです。優しい。すごく優しいですし、うん、なんかいろいろ教えてくれたりも確かにしましたね。はい。じゃあ、あと少し、なんか、ももかちゃんから、はい、いやなんかうだ、うん、私はもうちょっとそれこそ治安が悪いのかなというかちょっと危険なのかなって思ってたんですけど、うんうん、なんかそれこそ日本の都心と変わらないような写真がたくさんあって、うん、本当に住んだらいろいろショッピングも楽しそうだし、うん、ご飯も美味しいしなんか毎日いろんな建物見て癒されて素敵な生活できるじゃんって思って今すごく行きたいし暮らしてみたいって思いました。おーいいですね。ぜひちょっと私も暮らすほど長くいなかったので暮らしてみたいねしたらもっといっぱいカレー食べられるしカレー食べたい。夏と冬はどちらがおすすめなんでしょうか。夏と冬、まあ、常夏なので、どの季節に行っても、また寒気とか雨季とかあるのかな、ちょっと分かんないんですけど、そこだけもしかしたら島とかによってあるかもしれないので、調べてもらえるといいかなと思うんですけど、基本的にはずっと夏なので、向こうは、もう皆さんのお休みのタイミングにそう合わせてもらったらいつでも楽しめると思います。マレーシアのラーメン、麺類美味しそうですよね。そう、マレーシアはね、麺類すごい美味しいです。なんかラクサだけじゃなくて、他にもめっちゃいろんな麺がたくさんあるし、バクテーとかも結構有名ですかね。なんか黒いスープみたいなのあるんですけど。黒いんですか？へえ。そう、なんかね、すごい、今ね、このグルメの話、このパートちょっとしかなくて、まだまだちょっと進めたいものがあんまなかった、あんま言えなかったんですけど、もっとぜひ伝えたいものがたくさんある。こんな感じですかね。結構、まあ、デイ2が次が、マレーシアプラスアクアラルンプールプラスラマラッカとかな、そうですよね、マラッカと、ランカウイ島についてお話しするのと、デイ3はまた別の方がもっとよりこうマレーシアが好きになるよう なんだろうな、クアラルンプール以外のもうちょっとニッチなところとかディープなところっていうのを紹介してくださるので、ぜひデイ2デイ3も聞いていただけると嬉しいなと思います。じゃあももかちゃんからのメッセージで締めたいと思います。私ですか？いやもうまなみさんのあのエピソードとか写真見てるだけでもう本当にもう画面にのめり込み、あの前のめりになって見てて、なんかマレーシア行ったことない人絶対あ今日いいなって思ったと思うので、ぜひデイ2デイ3あの来週もあるので、
ぜひマレーシアの魅力をもっともっと知ってもらえたらいいなって思ってます。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあゲストは、社員のミストラベルの小野桃香ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで司会の方が入ってくださるのだろうか。